今日はですね、すごいゲストに来ていただきました寺島亮さんです。よろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃ丁寧にやるトレーニングと可動域が、この2つが僕はあれば成り立つと思ってます。寺島さん、デッドリフトすごい特徴的なのって聞いていいのか悪いのか分かんないですけど、自分の中でセンスで持ってるテクニックが絶対あると思うのよ。主導筋としての広背筋、まあ、デッドリフトではあんまりターゲットできないと思ってる派なんですけど、あの動きだったらできちゃうなっていうのはあるんですよ。お筋に力がほぼ入ってないし、腹圧も上がってない。はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日はですね、すごいゲストに来ていただきました寺島亮さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。来ていただいていいんですか、僕なんかのところに。いや、全然全然、僕はもう大歓迎です。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さん多分ご存知だと思うんですけれども、 JBBF のメンズフィジークといえば寺島亮さんと思いますけれども、簡単に万が一知らない方がいらっしゃる時のために自己紹介をいただいてもいいでしょうか。全然全然、寺島です。よろしくお願いします。で、JBBF は4年前に、2017年かな、から JBBF でオールジャパンに出て、その時は2位で、その年の世界選手権で世界4位、その翌年の4月か7月にアジアがあって、そこから一応全部金メダル取ってるっていう感じです。なんでアジア、日本、世界全部2位で、半端じゃないですよね。ちなみに隣に直野さんがいます。一瞬じゃあ出てきてもらっていいですか。一瞬ですか。一瞬一瞬、あ、 0.5 秒ぐらいですよ。はい、ありがとうございます。大丈夫。今日はですね、声だけ頼みます。声だけ、はい、寺島亮さんと直野さんいるんで、まあ、後ほどね、まあ、出ていただきますけど、皆さん気になってるであろうところ、まあ、特にやっぱ僕はね、食事とか栄養のところを聞いてみたいなというのはあるんですけれども、トレーニングの面についてもお聞きできたら非常に嬉しいなというところです。よろしくお願いします。お願いします。でも僕本当に寺島さん初めて見たのが2019年のグランドチャンピオンシップ、はい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 、はい、行ってたんですよ、僕も一観客として。まさかの、ね、行っててまさかのステージ上でのなんていうんですか、でかさとシンメトリーが半端じゃないなって思った印象がすごいあります。いつかお話ししたかったんですけど、たまたま今回機会いただいて非常に光栄でございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。嬉しいですよ。やっぱり普段のこうトレーニングとかいろいろ動画上がってるじゃないですか、 YouTube でも。これだけは気をつけてるっていうか、こだわりみたいなところって1個2個あげるとしたらあります？トレーニング、トレーニング、トレーニング、一番はめちゃめちゃ丁寧にやるトレーニングと可動域が、この2つが僕はあれば成り立つと思ってます。はいはいはい。っていうぐらい大事にしてる。可動域は広く、広く目的を持って、広くっていうよりは目的別に、目的別にちゃんと取れる可動域は全て取る。ベンチプレスだったら胸まで下ろして上げる、うん、この中での可動域っていう、この中でのってこの可動域が僕の中では本当に大事にしてるポイント。まあ本当に 100% 胸に乗ってる体ですけどね、はいはい、これはその中で重量を上げていくっていうんで、重量がファーストじゃないよっていうことですね。ああ、そうですそうです。重量は全然気にしないです。普段のトレーニングってどういう風に組まれたりするんですか？組み方は基本 POFO みたいな感じの考え方で、ストレッチとミドルと収縮みたいな感じで分けてやるんで、で、でも大体ミドル最初やって、はい、収縮やってストレッチっていうのが、まあ、大体おおよその流れ。ミドルポジションで比較的重量が使いやすいっていうのもありますよね。そうです。そういうコンパウンド系のを最初に持ってきて、細かいディティール作っていくのは後半にっていう感じですかね、うん、そうですそうですそうです。さすがすげえうまいな。俺より解説がもうね、ふんわりした、頭きちっとね、頭がいい、もう素晴らしい、すごい、本当にいいんですか、とんでもない、とんでもない。なんか僕それこそ YouTube で前もお話ししたんですけど、はい、寺島さんデッドリフトすごい特徴的なのって聞いていいのか悪いのか分かんないですけど、これ、まあ、僕説明聞いてもう腑に落ちてるんですけど、はい、簡単に普段どういうデッドリフトやってて、どういうところに気をつけてるとかって聞いてもいいですか？あ、大丈夫です大丈夫です。デッドは簡単に言っちゃうと丸める、うん、デッドリフト、うん、まあ、僕のそのトレーニング動画を見てもらってる人は分かると思うんですけど、見てない人はまあどっか見てもらえれば分かるんですけど、背中を丸めるデッドリフトで、ベース僧帽ってか背中のトレーニング自体ストレッチ種目ってすごい少ない、はい、なんか骨盤を前傾して引っ張る、例えば広背筋のストレッチはかかるんですけど、うん、なんか上背部のストレッチ種目ってなかなか多分あんまりないんですよね、うんうん、結構プルダウンとかもやっぱ
こう思っちゃうと前傾しちゃうとどうしても下肺から引っ張られて優先的に上肺が引っ張られないとか、うん、特に僧帽チューブ、うんうん、引っ張る種目がすごい少ないんで、うん、僕はあえて丸めてやるんですけど、その丸めてストレッチをかけてあげてから胸郭を上げながら僧帽チューブに収縮をかけながらっていう動かしていくんですけど、うんね、肩甲骨の外転をめちゃくちゃ出すためのあの形ってことよね。そう、うん、肩甲骨を外転を出してあげて、うん、でも外転って言っても、うん、多分素直に外転して体を丸めながら外転していくと、うん、なんか多分僧帽の株ぐらいがすごい引っ張られちゃって変な動きになっちゃうから、うん、あえてちょっと上方回旋気味に動かして、うん、上げるとチューブがすごい引っ張られるような僕はイメージがあったりとか、うそういう感じで。でもあのフォームでやりきるって結構テクニック必要じゃないですか。めっちゃけ、そう、今言葉で言ったとこと全然違 う, う、ね、自分の中でセンスで持ってるテクニックが絶対あると思うのよ。一般の人が今言った言葉を真に受けてやるのは多分本当に難しすぎる、うん、それはダメですよ。でもあの動画の中でも初心者の人にはもうお勧めしませんよみたいな言ってたんですけど、うんうん、でもあれコントロールしたら、僕もともと手動筋としての広背筋、うんまあ、デッドリフトではあんまりターゲットできないと思ってる派なんですけど、うんうん、あの動きだったらできちゃうなっていうのはあるんですよ。そうなんですよ。けどリスクもあるんで、その辺は習熟度というかに合わせてやっていただきたいなと思うんですけど、衝撃でしたね。初めてあの形を見ました。日本人の体型自体が、はい、こう直野くんとかすごい分かりやすいんですけど、直野くんってすごい骨盤の位置がもう高い、うん、要は骨盤立ってる状態、うん、要は日本人でいう反り腰なんですけど、うん、そもそも反り腰っていうものが海外にとっては僕はないと思ってて、外人たちって、うん、ほとんどみんななんか前傾してるし、うん、僕たちの下前傾があの人たちはニュートラルのポジションで、うん、前傾したらよりもっと前傾かかるし、あ、うん、分かる。だからそう考えると僕たちが背中を丸める動作って海外の選手からすればニュートラルのポジションで背中を丸めるのとほぼ一緒で、なんかあんまり腰に負担が出ないんですよね、うん、だからあの人たちってベントオーバーローとかティーバーローとかをめちゃめちゃ丸めてやったり、うん、適当にやってるあのティーバーローが僕にとってはそういう風にやってるっていうトライに変わって背中を丸めるローイングとかをやったりとか、パッドだけにもう視点を合わせて自分の体任せて腕で引いてくるとかをやると大円狙えたりとか、僧帽チューブのストレッチ狙ってからとか、あとはそれの握り方変えるだけで肩甲骨の外側、まあ、要は大円筋周りを中指骨で握るんじゃなくてこの辺で握ったりすると、はい、結構入りやすい、指で握ったりすると入りやすかったりとか、あえてグリップ弱くなんない、弱くなるんだけど、うん、中指骨がここで握っちゃうことによって肩甲骨の動きが良くなりすぎて、うん、丸めてるけど僧帽で引っ張っちゃう感覚になるから、うん、あえて指にしてリアで引けない角度に背中大円に入る角度で引っ張ると楕円にしか入らない位置で可動域取る。これはめちゃくちゃねやり込んでないと、うん、ここまでいかないもう、ね、すごいマニアックな内容になっちゃう。ベーシックではないちょっとね先のテクニックを言ってる、うん、ちょっとカットされちゃうようなネタ。いやいやいや面白すぎるでしょ。それで言えば体調のトレーニングはめちゃくちゃ体幹動かんじゃん、安定しまくってるよね。安定しまくってるけど、うん、体幹は全く使ってない。なんで体幹使うのが好きじゃない。まあ、これは本当に正直、うん、あの賛否あるんですけど、うん、まあ、体幹使わないでトレーニングをするっていう、うん、体幹の力を抜いちゃう。あ、抜いて固めてないってこと？固めてない。腹筋に力がほぼ入ってないし腹圧も上がってない。これめちゃくちゃ意外ですよね、うん、どういうことよ。ただ正直これは本当に賛否あって、はい、うん、まあ、大体の人が悪いっていうしすごいいい意見を聞かないことが多いですけど、うんうん、もういわゆる腹圧がかかるっていう時点で僕はなんかあんまり嫌なんですよね。その時点でその重さを腹圧によって持ってるパーセンテージが上がっちゃうわけじゃないですか。例えばベンチプレスで腹圧上げてとかスクワットで腹圧上げて、その分重量が持てるってことはその分足のパーセンテージは下がってるわけじゃないですか。重量に対しての、重量に対してのパーセンテージが下がっちゃう、持ってるパーセンテージが新しいね。腹圧抜いてればある程度重さで足にかかってるのに、体幹使いはもっと200キロがドーンって上がっちゃうけど、100キロだった場合って100キロ足に乗せられるはずなんですよ。よりアイソレーションってことか、うん、っていうよりはなんかそう、あんま重さで勝負しちゃうと関節壊れちゃう、はいはいはい、しそれでやっぱボロボロになってってる人たちを見てるし、僕自体やっぱ関節があんま強くないからあんまりやっぱ重さを持ちたくないのも理由で体幹を使わない。だからギチギチに固まってるように見えて、ただ本当に人間のそのバランスっていう、そもそもバランスっていうか体幹じゃない、うん、要は人間が持ってる重心だけ合わせてるだけ、うん、だから座ってても本当に
全部を背骨で受けてる感じ。おお。ただ骨の形だけセットしたらそこからガチって止めとくだけ、うん、お腹の力ほぼ抜けてる、で胸郭だけ上げてるだけ、あっていうちょっと複雑なコントロールをしちゃってるから、胸郭だけ上げて肩甲骨だけロックしてしまえば、仮性してロックしてパッキングだけしとけばあともう楽、別にそう、あとは胸で押すだけだから、それで押せない重量はもう俺は意味のないトレーニングだっていう解釈になっちゃってて、ボディービルに対してってことですよね。そう、ボディメイクに対しては俺はちょっと意味なくはないけど、うん、僕にとってはなんかあんま合わないトレーニングだなって。感覚的にめちゃくちゃ面白いですよね。僕は腹圧高めて、うん、脊椎安定させて担ぎましょうっていうのは教科書的なあれじゃないですか、うんうんうん、安全だから、安全。でも確かに今の話聞いたら、より筋肉対称筋をアイソレートできる可能性はあるなと。なんかやっぱボディメイクやっぱ競技なんで、うん、例えばもう本当にベンチがね180キロ上がろうが、うん、100キロ上がろうが60キロ上がろうが大会で勝てる人ってね、別に重さ勝負してないから、うん、だから上がれば上がるほど筋量が上がる、まあ間違いなくそれはあるとは思うんですけど、うん、僕は最近それがイコールじゃなくなってきて、ぶっちゃけ扱ってる重量も僕多分3年前と言うてそんな変わってない、扱う重量自体は。でもコントロールしてその部位に乗せるパーセンテージが 30% 以上 40% 以上上がってれば、それはそれでトレーニング効率はめちゃめちゃいいしっていう考えです。でももちろん腹圧をかけてやってたこともあるし、やってた時期もあるですもんね。あります、あります。それを元に、それと今を比較して今の方が反応がいいってことですから。そうです、そうです。深いですね。本当トレーニングに正解はないというか、うん、本当にその言葉言っちゃうともう何も当てはまらなくなっちゃうんですけど、うん、全然 OK。 大好きそれ。でもそういうことですよね。めちゃくちゃ面白いですね。ってことはトレーニング中にベルトを巻かない、全く巻かないのか、巻かない。逆に最初は腹圧を抜きたいって思って練習し始めて、うん、本当に誰にもどこにも公開しないんですけど、これはそのベルトを使って締め上げて腹圧が抜けるぐらい思いっきり締め上げてた。だから自分の本当にバランス重心っていうところで受けるために腹圧をがっちり抜いてスクワットをやってた時期もあった。なるほど。どうやったらこのバランスでこう動かせる、骨盤の動きはこの向きでこう下がるから骨盤周りのなんか要は方向筋を使ってスクワットするとか、股関節周りの外側使って動かせるかとかを練習してて、胸の使い方とかも上手になった。めちゃくちゃすごいっすね。だからベルトは腹圧を上げるようには使ったことない、ほぼ。スクワットってある程度重り担いでいったら自然にかかっちゃいません？あの呼吸止めちゃうというか。あは呼吸しながら上げ下ろしするってことですか？そう、うわだし足で持てるやっぱ限界の重さと腹圧を使って上げる重さって全く全然違うんで、だからぶっちゃけ腹圧を上げてスクワットもできるし、腹圧を上げてベンチもできるんですよ、はいはい、だから上げようと思えばベンチもすっごい上がるっていうのはもう実験済みで、腹圧を上げてベンチやったらプラス 2、30キロ上がります、ぶっちゃけ。あ、そうなんだ。けど今はセットは120とかで組んでるんですよ。あんま重くないです別に。いや重いです。僕からしたらめちゃくちゃ重い。重くない。そんな、いやでもそんなにさっき今の話僕も思い出して、はい、本当に腹筋あの収縮時グッて固めて息ふー吐きましょうみたいなテクニック教わったことあると思うんですけど、そんなことないですか？あんまないか。あるあるある、あるよね。ありますね。そう、それを全部のトレーニングで最近今やるようにしてて、はい、グッて最初でも僕は腹圧とか使ってグッて押し込むじゃないですか。この後トップポジションに一回固めたままふーって腹圧抜き息吐いて腹圧抜くとここだけなんですよね、やっぱ、パーセンテージが上がるんですよね、収縮の、収縮のパーセンテージ、うん、うん、そういう感じ、ね、そういう感覚、余計なところの力みが消えてここで耐えてるみたいな。だからカールもふーでもうここだけやべえみたいな。はい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 、そう、それ確かに二頭筋の例は分かりやすい。二頭筋も分かりやすい。あとケーブルのチェストのケーブルクロスとか、あとラットプルダウンも胸郭広げた状態でうん、なんかデカすぎる、ね、うん、すいません、ライト当たっちゃいましたね。すいません。このトップポジション一回食べてふーって吐くと腹圧抜けるけど、広背筋は力が抜けなくてパーセンテージ上がるのは最近確かにやってる。トップポジションだけそれやってますね。その感覚は全然すごいな、うん、ただそれをスタートポジションから力入れていくのは自信ないですね。でも、うん、息を、うん、止めた状態でもできるんですよ。肺に息を溜め込んで、うん、お腹の力をほぼほぼ抜いとくっていう、胸郭だけ当たってる状態で作れる。ちょっと仙人の領域。
専任モードになってるかもしれない。出だしの漫画見て初心者の方とかある程度こう、はい、トレーニングやり始めましたっていう人にはどっちをおすすめします？腹圧使った方がいいか今の方法がいいか。いや絶対使った方がいいです。だからそれを一回やちゃんと基本をやった上でプラスアルファでやった時の違いがどうなのかっていう話ですよね。うん、やっぱそっちの方が優先的なのは優先的です絶対に。だから基礎をやっぱりそのちょっとケントさんが話してるような基礎的な内容が全て網羅できてから取り組むことなんで、僕もやっぱベースは基礎、ほんとケントさんが言ってるようなネタが大体トレーニングの話とかたまにされてることあるので、はいはいはい、そういう話が結構僕もほんと共感できて、基礎がベースなんで僕はそこからひねってって考えてるって感じです。そう、ほんとひねってる。考えないと今のこう現状にとどまっちゃうというか、うん、どんどん改善していくためには他の人がやってないこととか、うん、まだあんまり明るみ出てないチャレンジをどんどんしていってその中で当たったり外れたりっていうのを試行錯誤していくって感じですよね。そうです、そうです。やっぱり統率力がすごいなっていうのはあるんですよ僕の中で。その中でのやっぱりそういうチームワークっていうのはすごい大切だと僕は思ってて、一個人競技ですけど2019年の世界選手権の時に隊長に怒られました。第一勝みたいな感じなんですよ。やったチーム。なんでそれ持っていくんだよ。ちょっとイラッとするエピソードがないですか。じゃあ正直ちょっとやったらこれもう隊長言っていいよな。最近のフィジークの選手でもボディビルの選手でももちろんいいんですけど、今後伸びてきそうな子だったりとか注目してる選手とかいます？うん、